メイの寄ってみよう。前回に引き続き、今回はデリカツ VS およそ 1.5 キロの唐揚げ弁当タイムトライアルバトル。さあ、余裕と言っていたデリカツさんは10分以内に食べきれるのか。さあ、先週に引き続きまして、こちらの 1.5 キロの唐揚げ弁当をデリカツさんに食べていただきたいと思います。意気込みは？打倒ギャル曽根。それでは10分スタート。いただきます。さあ、10分以内で食べ終える。大丈夫？ちょっとデリカツ早く。おいしい。おいしいとかいいの、早く食べて食べて。10分だよ。なんか聞くところによると、はい、ギャル曽根さんは、9分40秒か50秒ぐらいで食べ終わったらしいですよ。ハッピー目指しましょう。もうなんて言うのか分かんないから、もう食べてとりあえず。はい、ただいま1分経過しました。残り9分切りましたよ。大丈夫？はい、なんて言ってるか分かんないけど。早く食べてください。ほんと、そんなこと言ってないで食べてほしいですよね。さあ、残り時間もあとわずか。デリカツさんもラストスパートに入りましたよ。いけるよね。どうしよう。お、いけるいける。さあ、ここで男デリカツ見せてくれ。俺は男。はい、分かった。でも喋らなくていいから。負けない男やから。いいから、もう早く食べて。早く早く、どんどん手動かして、早くて。はいはい、いけるよ。余裕だよね。はい、待てねえよ。早く、はい、飲み込んで。いけるいける、うん、いけるいける。そう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 、まず食べで。はいはいはい、いけるよ。はい、一気に。はい、最後男見せて。はい、いけいけいけ、デリカツいけ。はい、どんどんいけ、どんどんいけ。チビチビ食べんな、チビチビ食べんな。一気にいけ、一気に。はい、口の中入れて。あ、タイムアップ。なんなの、一体なんなの。全然食べれてないじゃない。ねえ、さすがギャル曽根。喋るな。もう喋らなくていい。頑張った。頑張ってない。頑張ってない。食べる前はあんなこと言ってたのに、まあ、10分以内で、まあ、7分でしょう。いやいやいや、本当に。やばい。もうデリカツさんにはもう本当残念ですね、うん、置いて帰ります。さよなら。ちょっと待ってくださいよ。本当に残念な男ですよね、デリカツは。結局食べきれなかったじゃん。デリカツさん、お疲れ様でした。チクショー。百裂拳を出して当てれば抜けられる。最後に残るのは一体誰に。こんばんは。こんばんは。よし、じゃあ北斗の拳打ちましょうか。急にどうしたんですか。いやね、もう最近調子がいいんですよ。いや、もうほんとなんかすごい調子良かったんですよね。そう、連チャンしたし、うん、最近調子いいですもんね。そんな自信に満ち溢れた翔太さんは、すぐに当てる自信あるんですか。あるよ、そんな。もう柵ですよ。柵でジャラジャラですよ、そんなの。いやいや、そんなことないでしょ。いやいや、2人はね、そのまああの北斗下手くそだから。得意です。得意です。いやいや、先生得意です。じゃあ百裂拳予告で当てたら勝ちにしましょう。うわー、もう大の得意、うん、じゃあさ、あのまあ当てましたと普通にね、うんうん、でバトルラッシュ中に、うん、ケンシロウのまあ強攻撃というか百裂拳で敵を倒したりするやん。 ありますね。それはそれはじゃあ OK にしましょう。おお、もういや、もう、ね、余裕ですね。余裕も余裕でしょ。それで当てたら抜けてって、はいはい、最終的に最後になった人には罰ゲーム。あ、全然いいですよ。この人当てたことないから。ムカつく。ムカつく。分かってないのよ。もういいよ、やりましょうよ。勝負ですからね。オッケー、分かりました。罰ゲームありますから。まあまあ。今日は見せ場、私だけでしょうね、たぶん。何ヨロヨロしてるの。行きますよ、先生。OK です。行きましょうか。じゃあ、真剣。行くぜ。今回の舞台はヴィーナスギャラリー別府湾店。
パチンコは589台、パチスロが500台設置。店内は遊べるパチンコ、パチスロコーナーがありますよ。デリカッツ100列券、あたた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 いくぜ。ね、こういう時なんて言ったらいいの？一回無視。やるぜ。これはもう大好きな台ですからね、俺、はい、いやでも本当に調子良かったですもんね、うん、そうなの、相性がいいと思う、本当に、ね、うん、で、今まで2回打ったけど、はい、大当たり出した時は絶対に、うん、あの100列券の、あの演出入りますから。マジですか？俺はね、俺はね、うん、かなり自信があるみたいですね。さあ、デリカツ先生も頑張って。って、何やってるの？キリンの匂いがするしないですけどね。で、あの、だいたいこれ音聞くものだから、いやいや匂いわかんないでしょ。魔法の聴診器なので。だって耳に合ってな、耳に入ってないじゃないですか。首に来るんですよ、首にこう。首でわかるんすか？はい、本当かな、どうすか？今日は緑の匂いがしますね、緑カットイン。緑カットイン弱いじゃないですか。と、翔太さんに。転生止まったよ、頑張れ。お、お落ちました、転生チャンス。一番最初のチャンス僕に来ましたよ、ほら。さ、リーチ先はどこに？お、ダメダメダメ、もう一個上げて。あー弱い、2個。あ、デリカさん、あデリカさん、デリカさん、ね、化粧してますからね。倒せ先生、倒せ。いやいや、デリカツ先生じゃなくてユダですよ。と、ここで、おーおー、キリンキリンキリン、おーキリンだった、ここキリン出ましたよ。見た見た見た、キリン、ね、落ちたの、ここキリン出た。あー、緑カットインか。おや、緑じゃないですか。デリカツ先生の診断は当たりましたが、このリーチでは、え、ここキリン出たよね。キリンじゃなかったの？ここキリン出たよ。いや、わかんない、まだどう。ないの？緑カットインです。ここキリン、キリンあったよ。じゃあめいちゃんも見てもらいましょうか。私どんな変わるか見てもらっていいですか？あ、本当や、見ましょうか。信頼度高いですからね、魔法の聴診器は。どんな香り？いい香り？どんな香り？カレー臭。カレー臭って何よ。めいちゃんにそんな喧嘩売るなんか、先生ちょっとね、ちょっと今日恐ろしすぎますよ、本当に。今日何かあるかもしれない、やばいよこれ。私とデリカツのバトルがあるかもしれない。何？自分の香り、いい香り。すんげーイラってした。さあ、先に100列券予告を出して当たるのはどっちでしょうかね。いや、ちょっと弱いです、疑似連1回。色も変わらない。お、トキ、ここで当たればいいですね。デリカツさんを言い任せましょう。トキ好きなんだけどな、ちょっと弱いかな。頑張れトキ、頑張れ。チャンス来たけど、チャンス来たけど。さあ、気になるカットインは。お、なに、激推し。キリンが出た、キリンが出たよ。来るじゃない、来るじゃない、来い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 、来たすげー。ほら、時強いのよ、私の時は強いのよ。イエーイ、イエーイ。でも100列券出てないからね。そうですね、100列券出てないから。100列券出てませんからね。でも今から出るかもしれないし、まあ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 、ね、サクッと当たるよ ね、 ね、僕とね。いや、そういうことが多いから、単発が多いんですよ、私でも。こっから、こっからちょっと今回もね、そうそう、頑張らん。いや、今回もねえじゃない、バトルラッシュ、突入できるかな。ねえ、しろ、頑張れよ、頑張れよ。さ、立ち上がるか。耐えろ耐えろ耐えろ、耐えてくれ。天使郎、やればできるぞ。
このヒレブゾーン、内部状態が確変だといいですが。そしてたまったヒレブは5700人。これはチャンスですよ。頑張れ、いっぱい溜まってくれ。赤いよ赤いよ。お、ロゴ落下してお願い。あーほー、なんでいつもこうなのよ。ムカつくもムカつくも。来た来た、百裂拳予告来ました。え、デリカツ百裂拳予告。おー、出た。うわー、体操技事連3階から。あー出した、やったぜ。100、しかも 100回転で全然見せた。見せました。100回転で100列拳。これで外れたらカッコ悪いですよ。デリカツさんお願いしますよ。拳を、あ、色変わらず。うー、ちょっと弱いです。弱いですね。緑保留ですもんね。よし、いや弱いですね。緑これは厳しい。ああ、外れでしたかね。外れた、外れましたね。いやまだ分かんないですよ。復活もあんま期待してないですけど。いやもう外れた。うわー、ちょうど100回転で百裂拳予告が発生したのに、かっこ悪すぎでしょう。いや、だ今百裂拳じゃない、99裂拳ぐらいだったんじゃないですか。だからそうですね、ダメですね。うわー、いやーかっこ悪い、いやかっこ悪いですよ。そろそろ一抜け出てもいいんじゃないの。さあ、百裂拳予告を出して当たるのは誰になるのかな。後半戦スタート。早速大チャンスが訪れたのはデリカツさん。百裂拳予告は出るかな。あれ、ないないけど、あ、字も変わらない。あ、覇王ゾーンに入ってチャンスって出ましたんで。天使王対ラオウ、やばい、強いんじゃない。あとはカットインが行くかもしれん。キリン柄のカットインは出るかな。あら、いや緑カットイン、これ本当当たってほしい。あ、負けた。あら残念ね。そうなの。あら、あ、まだ分かんない、まだ分かんないです。あ、あ、あ、ダメだった。実戦開始前はすぐに当てますと言っていたのに、そろそろ当ててほしいところですね。厳しい戦いになってきましたね。企画がちょっと頑張るし、企画倒れにならないように。頑張るよ、頑張りましょう。ちょっともう頑張ってくださいよ。このリーチも外れちゃいましたね。あ、やっぱ弱いか。黄色保留でしたもんね。アミバチャンス来た。そろそろ頼むぜ。おっと、これは大チャンス到来。リーチ目もあるから要チェックですよ。アミバのセリフに注目。捨ててこいじゃちょっとね。あ、当たった当たった。マジ当たりました。アミバチャンスで当たり、俺は天才だ。これは位置抜けに近づきましたね。バトルラッシュ突入できるか。おらマジでほら見たことか。近づいてますよ。相手を百裂拳で攻撃したらいいんでしょ。そうで、当たればね。はい、荒らす。と
ここでめいちゃんに。来た、これやプレスケ。いやー来たよー、デリカスさん、デリカスさん大丈夫です、カレー臭しかしないですからね。私も当てますよ、お願いします。ケンシロウ見せてくれ、見せてくれ、当たるところ。わー、さあ文字は赤い、相手はジューザー。いや、当たるかもしれませんよ。ジューザーでも当たるところを見せてくれ。お願い、もうせっかく隠れつけてたのに、隠れつけが出たのに。結構暑かったからね、まだわかりませんよ。復活なんてないの、復活なんてないの。あ、復活した、復活当たり、当たった百裂拳で当たった。いや、百裂拳で当たった、百裂拳で外れて、いや一緒だよそれは。もうあー、よしマジですか。やばいよ。イエーイ、でもあれはなんかなしよね先生。そうですね、あれはもうだって一回負けたわけよ。そうですね、いや一回負けてるから、百裂拳出ての復活のあたりですから一抜けなかなかバトルに行かない。長いですね、そろそろリーチ出してくださいよ。やばい。あ、これはまずいっすよ。これは倒すの厳しいですね。これはまずいですよ。さあラストバトル、ここで見せつけてください。どうだ。うわー、嘘や、嘘だ、マジで。うわー、やっちゃったこれ。ああ、残念でしたね。デリカツさんが喜んでますよ。と、ここで。いやいや、まあここからショートしたら。おー、来た。百裂拳予告。2回目。来た。おお。やばい。来た。じゃあ、これで。今何で来たんですか。いや、弱かったんですけどね。ちょっと予告は弱かったんですけど。行きましたね、一応60歩あるんで頼ます。めっちゃ来る。さあ、罰ゲームはショートさんなのか。いやあとはカットイン次第。ここで気になるカットインは緑。いやいや、 60% ですよ。また外した、外れましたね。いやもう、いやいや、まだ復活して。あ、はい先生、何回出して外してんすか。いや今日はこの台の流れはいいんですけどね、あの赤保留とか全然当てないじゃないですか。さあお二人ともここでタイムアップです。さあお時間になりました。ただ翔太さんは当たったので、うん、今回の罰ゲームデリカスさんです。やったー。ちょっと待ってください、百裂拳予告2回も出したんですよ。2回でも当たらないと意味ないですから先生。まあそうですけど、いや先生、パチンコとかスロットって、はい、どんだけ厚い椅子出ても当たらないと意味ないですからね。間違いない罰ゲーム行きましょう。ここは通さねえぜ。早く死に場所を選べ、貴様は死ぬべき男だ。何？おお。デリカツ百裂拳。
こっち出るよ、行こう。いや、本当に卑怯ですね、デリカンさん。ということで、以上、ビーナスギャラリー別府ワンテンからでした。ここからちょっと生え際取ってください、ここから隠して、ハゲ隠して、ハゲ隠して。何？レジャーシートがない。なんで一個なの？ランクアップするってことじゃない？そのもうレジャーシートをなくして。1個しかない。どういうこと？おかしいおかしい。あ、ちょっと待って、カンペ出てるよ。そろそろランクアップしたくないですか？ということで今回は椅子取りゲームをします。勝った人は今後椅子に座れますよ。え？一人だけ？これを取り合うの？いや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 、まだ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 したことあります。あ、これこれ音楽鳴った。え、じゃあ音楽止まったら座ればいいよね。近い近い近いって。ずるい人が多いからそうなるんですよ。ずるいって、ずるいって、ザイナがずるいって。ほらほらほら、おかしいやん。ずるい、座ってないやん。メインの番組になります。これからも皆さん最後まで見てください。